乗りましたか？くしゃみしそうやった。くしゃみ出そうで出なかった。治った？よかったよかった。おかえり、ただいま。そうだ、なんかさ、本当にさ、最近なんでかわかんないんですけどね、なんかね、二重幅がね、起きたらでかくなってた。なんかね、こんなになかったんですけど、なぜか起きたらこうなってたんです。わかんないの、ほんまになんでかわからんのよ。この3日間ぐらい前、なんかもともとあったけど、なんかもっと幅がね、こう広まってんの。そう、うん、うん、でも普通に気に入ってる、気に入ってるよ。でもまた戻っちゃうかも。ただ今はなってるだけかもしれないし、戻っちゃうって言っても言うて大差はないんですけどね。そう、だから昨日も多分目がくっきりなってたんじゃないでしょうか。これ鏡ない。うん、前髪が割れてきてる。前髪が踊ったから、メイクのせいが何もしてないにょん。つむじきれ、つむじきれ。ちょっとね、この辺なんかちょっと前に抜けたのが生えてきてるから。なんですけど、こんばんは。かわいい、ほんまに。そう、ブリが入ってきて、今日のメイク好き。メイクしてない。今日メイクしてない、リップしかしてない。なんか卒アルでなんかもうちょっとナチュラルメイクしちゃおうかなみたいに思ってたんですけど、完全に普通になんか忘れてて、もういいやって。中途半端にしてもなんかまあ私はあんま似合う顔じゃないから、もうね、このメイクしてるように、なんでだろう、今はもうほんまにリップしかしてない。アイメイクしてるのになんでだろう、画質が良くなったから余計そう見えるのかな。ほんとにね、全然今日はしてないです。そんな
メイクしてなかった。確かメイクね、してない。昨日の髪はちょっと編んで巻いてた。軽く巻いてました。リップってメイクのうちに入る。リップはまあ入るけど、まあどんなんだろうね。まあでもリップだけって感じかな、メイクしてるって言ったら。リップもね、あんまスピンの顔にピンクしすぎたら似合わんってから、ほぼ軽く色つけてるだけ。昨日おもちゃの笑顔が素敵でした、ありがとう。おしゃんだった、メイクしてないでこんな可愛いなんてありがとう。素朴な質問、なんかどうなんだろうね、メイはすっぴんだけどちょっと軽くリップはしたよっていうかな。そう、でもそんななんかリップぐらいじゃメイクしたとは言わ、あんまり言わないかもしれない。めっちゃ濃く塗っとったらしとるように見えるかもね。の中身を切りに行ったか、それはよかった。こんばんは、みーちゃん買いすぎるわ、ほんまに。やった、お見送りあるの、よかったね、お見送りあるの。はい、すぎる写真を見て頑張った、ありがとう、たくさんいい写真を皆さん。髪型が見えたな、お見送り。あ、そうね、明るかったからね、やっぱ近いし。お見送りはいいよね、やっぱり。皆さんが撮ってくれた写真がすごく良くて保存させていただいて、ね、モカもモカもめっちゃ保存させてもろてる。近いね、お見送りは。写真ほとんどもう多すぎてるいっぱいありがとう。もーちゃんちゃんと見て見て。そうね、5周年の時なかったもんね、だからよかった。もーちゃんのグッズの秒で売り切れて何も買えなかったんですか、あんまり置いてなかった在庫。動画見てサムウルフめっちゃ上手だった、いえかえもちゃんがたくさんタイムライン幸せありがとう。プースとかって可愛いの。昨日うちわに物のかぶり物つけてフリフリしてました。嬉しい、ありがとう。電話に来てありがとうね、みんなゲットしようとしてくれて。オンライングッズもそうね、個人グッズそうね、あんま。あ、ストラップ各5個、それはあれやね、個数。私それ持ってるよあのね、のね、もらった、なんかサイリウムホルダー、自分のやつ。
い、どうぞって、あ、ありがとうございますってもらったら、それだった。みんながゲットできなかったやつもか持ってるんだ。でもそれはなんかパパが欲しいって言ったけ、パパが欲しいって言ったけあげるよって言ったよ。だから今パパが持ってる。だから今もうかな、あのチャームを持ってる人は私のファンの方は誰か5人とパパ。だから私はもう持ってなくなってるにゃん。リュックにつけようかとか言ったけど、リュックにつけたらなんかもろバレかとか言ったそう、バーセンそんな話してないですね。もう本当にすぐで、昨日の夜話しただけで、本当朝もほぼなので本当一瞬でした。会えたのはね。またでも年末っていうかお正月か、お正月会えるよ。正月もういくつ寝るとお正月、3年前の名前浜のステージでたくさん怒られたというエピソード。だってそんな話に出てたの、なんか知らんかった。あれ、え、モーカがいない時よね、それ。だってモーカ、そう、知らんもんね。そうだ、その話出たんだ。そう、私たちがほんまになんか、MC 立ち位置とか全然覚えれんで、なんかもう、あわあわしてたら、あわあわして、全然その、離れしてなさすぎて、いろいろ失敗しちゃ、失敗っていうか、立ち位置とかも違うところにみんなで立っちゃって、そう。でも今はちゃんと立てるようになりましたね。そう思えば、すごい、そんなことまでしてるんだみんな。みんな、そんなオロオロしてたっけ。私もオロオロしてたとかキョロキョロしてたとか全然覚えてない。でもただただ立ち位置番号に全然立ててなかったのは覚えてる。みんなで。そう、それは覚えてる。もうかの中でだからなんかちゃんとね、パッて言われてそれをちゃんと覚えれたりとか把握とかそういうのが全然いろいろ初めての経験すぎていろいろねもうできてなかったから、怒られるわって感じではありましたね。もちろん3年前は。じゃあモーカともう一つ違う方の MC が言ってたんだね。もう MC メンバーも毎回一緒やったかね。みんな成長してて涙出てきたよ。ありがとう。こんばんは、こんばんは。あ、お腹鳴った。消化してる。めっちゃなんか、お腹が小刻みになったんだけど今。ぐーって止まってまた鳴り出した。はいって間もなかった。はいって間もなかったね。一個違ってた。あ、じゃあ、もうかいなかったや。入って間もなかったし、コロナとかいろいろあんまなかった。見送りでもちに笑われたけど、え、なんでだろう。すごい音聞こえます。そう、すごい聞こえた。ご飯食べましたね、レッスン終わった後に食べました。消化してる音だよ。まだ申しじゃなかった。お、好きになってくれてありがとう。こんばん
あ、そうそうそう、二次審査ね。みんなに言ったことなかったっけ、二次審査どういう部門があったとか。私はダンス部門でしたで、なんだって、あの時にチームエイトさんがしてたノーエマン、ノーエマンじゃない、ん、あ、違う、ウザだ、ウザのノーエマンじゃなくてウザを覚えて、それで踊ったんですけど、なんか間違えて頭がのポーン飛んでって分からんなって、なんか間違えたか間違えてないか分からんみたいになって、なんかしてっていうか自分で勝手にね決めたんですけど、そう自分で決めたんですけど、その当時の私はやってポーンと緊張で飛んでちゃって、でなんか途中間違えちゃったかもしれなくて、私絶対落ちたわって思ったのよ。私絶対もうダメ、もう落ちたっつって、なんか私めっちゃ泣きながら、あ、めっちゃ間違えた気がする、もうほんまに無理、ほんまにやばいってなって、絶対落ちた落ちたと思っとったよかった名前呼ばれてい、やその止まったりはしてないのよ。でもそれが踊れてたのか踊れてないかもあんま覚えてないんですよ私だから私パパに言いに行ったんですよ、もう落ちたって、絶対めっちゃ間違えたかもしれない、落ちた、もう記憶がなくなってて、そうだからもう落ちた落ちたって言ってた。無事呼ばれたよー。だって誰と一緒に、一人で、一人ずつだったかな、そういう、でもそのダンス自体はちゃんと、うん、多分ね間違えてたかもしれないけど踊ったよちゃんと、うん、 ST さんも受けたい、またそうね、ダンス曲もしてみたいですね。だから結局あれは踊れてたのか踊れてないのか私はもう覚えてない覚えてないけど、めっちゃ緊張してたのだけは覚えてる。そうだ、告知しなきゃ。今何時？そう、お話し会再販始まったよ。12月25待っとるね。36分か。36分か。四国の雑誌試練しなくても完璧、全然めっちゃ頭から飛んでっちゃってるから頑張る。来月にはそう、来月、うん、そう、でも来月の最後やけん、ほぼなんか12月やけど、そうね、来月のには30日やった曲決まった、決まったよ。入れ直す、でもそこまでじゃない、なんか振りとかはもう見たら覚えてるから、立ち位置とかなんか
って感じ。なんかそうそう読んで、あのツイッターの告知したりとかします。メールとか送るね。今から記憶呼び覚ます。そう、記憶を呼び覚ます。はーい、はーい。やんちゃんとの写真あげようかな、今からツイッターで。お魚の時に撮ったやつ、告知と一緒に載せようかな。でも楽しみ、ありがとう。こちらこそ今日は昨日の話とかいっぱい振り返ってくれてありがとう。それでは読むよ。13位のくぼずんさん、ありがとう。12位のたくあんさん、ありがとう。11位ののりさんとまくきまいパスタさん、ありがとう。10位のゼタンさん、ありがとう。ももが一番、ありがとう。9位のもから侍さん、ありがとう。8位のエトさん、ありがとう。7位のふくちゃん、ありがとう。6位のケスティンさん、ありがとう。いつかなんだろう、ごめん見えない、ごめんね。こういうの君なんかひこにさん、ありがとう。いつかもちゃん、あ、サラ客が見たいね、ここで見えた、ありがとう。またね、出てたらいいけど。ゆいのひでくんさん、ありがとう。さいのあざすさん、ありがとう。ゆいのあぴゃんのぴーさん、ありがとう。ありがとう、もちゃん最高、ありがとう。いちおとしさん、ありがとう。ここに下に書いてありがとう。今日もありがとう。あつまま、あつまま、今日もありがとうね、お話聞いてくれて。またね、いつもありがとう。おやすみ。でね。おやすみ。バイバーイ。